はい、どうも、だらぎです。今日もそばむすきやっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、バットコイン、リンク、そしてアスターの方を見てまいります。はい。で、昨日おとといからですね、結構下落してきております。で、この理由と、で、まあ、今後ね、どうしたらいいのかと、買い目線なのか、それともちょっと様子見た方がいいのかっていうところについても話していきたいと思います。で、まず、相場分析する前にですね、まあ、前提としてね、押さえておいた方がいいイベントとしては、やはりあさっての、22時半からある米消費者物価指数の CPI ですね、っていうところが、まずは、しっかりとね、見た方がいいというところですね。で、まあ、あとは1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後にまた CPI ですので、まあ、そこからはちょっとね、14日からは少し間が空くよという形になっております。はい。で、今押してきている原因なんですけども、はい、ビットコイン、米ステーキング禁止観測で急落ということですね。はい。クラーケンが SEC と和解、ステーキングを停止という発表があったと。ということですね。で、まあ理由としては、ステーキング問題きっかけで FOMC で上昇要因を失ったことが原因かというふうに言われております。はい。BTC は先週 FOMC で24,000ドル台で小さなダブルトップが完成し、23,500ドル近辺のネックラインに上値を抑えられながら、一方で22,000ドル半ばで下値を切り上げ、三角持ち合いを形成していた。昨日の早朝、コインチェックが米大手交換所クラーケンがステーキングに関し近く SEC と和解するとの観測記事を出したが、その時の市場の反応は限定的だった。しかしアジア時間に入り、米交換所最大手コインベースのアームストロング CEO がSEC が米国でステーキングを禁止するとの噂を聞いたとツイート。コメントは Web3 を海外に追い出すだけだと規制に関する趣旨だったが、BTC は三角持ち合いのサポートをブレイク。22,000ドル台、半端に下落。半信半疑の中、BTC はしばらく揉み合ったが、米株が高寄りしてオープンすると 22,000ドル台後半に値を戻した。しかしコインベース株が大きく値を下げ、また FF が 6% に達するとのオプション取引が話題となる中、米30年債入札が低調な結果となり、米長期金利が上昇、高寄りしていた株か米株が失速する中、 BTC はじりじりと値を下げたという感じですね。うん。まあ、ステーブルっていうのは、まあ、お金を預けるわけですね。預けて、そして、金利をね、何パーセントっていうふうに、まあ、もらっていく形なんですね。まあまあまあ、なんか保険みたいなね、まあ、積立貯金みたいな、積立貯金の、まあ、仮想通貨版みたいなね、感じだと思っておけばいいと思います。それを、まあ、やってる企業っていうのは結構いると思うんですけども、それを、まあ、禁止するという噂がね、あくまで噂ですね。はい。が、なされましたということですね。まあ、この噂がね、事実となるかどうかっていうのは、時間が経っても、まあ、そういったね、噂通りにならないっていうのが、まあ、親身になるまでは、ちょっと時間がかかるのかなと思います。しっかりしたそういう発言がね、いや、何もありませんよ、みたいな発言っていうのはないと思いますので、まあ、やっぱりないんじゃねえのって思うまでのその期間ですね。時間が必要になってくると思いますので、まあよくね、この逆で上がった時はね、期待で、上がって事実で売られるっていうことをよく言うんですけども、今ね、悲観で下がって、事実で買い戻されるっていう、その事実をね、どう判断するのかっていうところが、買い戻しになるきっかけとしては、ちょっとまだね、ちょっと不透明さがありますので、まあ、なかなかちょっと戻すのに時間かかる可能性もね、ちょっとあるのかなというふうに思います。はい。まあそういったね、話になっております。はい。で、相場分析やっていくんですけれども、ビットコインのね、日足見ていきたいと思います。で、今現在落ちてきたのが、
まあ、ここのですね、282万円ほどのとこなんですね。で、この黄色の線のとこなんですけども、まあ、ここはですね、この辺でレジサポがね、ものすごくされていた場所ですね。サポート、サポート、サポート、レジサポ、レジサポっていう風にね。で、ここでもレジサポっていう感じで、うん、ものすごく意識されていたラインでまで、しっかり落ちてきたという形になっております。うん、で、RSI はまだね、中間ぐらいなんですけども、まあ、もうちょっとね、もう一段階落ちてもね、正直いいと思っていて、261万のここですね、この辺ぐらいまで一旦落ちて、でもう一回調整するんだけども、ダブルトップを描いて、下落するのか、それともダブルボトムを描いて、また上を目指すのかみたいなね、そういう展開になるのかなというふうに僕はね思っているし、それぐらいの調整があっていいかなと思っております。はい。で、まあ、実際のところね、買い時っていうところなんですけども、もうこればっかりはね、もうずっと言わせてもらってますけども、長期で、ガチホする場合はですね、もう今ここ買い場になってくると思います。で、さらにまた落ちてくると分散でね、もう一段階買っていくというね、これはね、あの分割して買っていけばいいかなというふうに思っております。はい。で、短中期に関してはですね、今ちょっと ね見とった方がいいと思います。はい。短中期に関してはもうちょっと、もう一段階下げる可能性も見とった方がいいですし、で、あとその CPI の発表がね、あさって控えておりますので、そちらの方もしっかり確認してからの作戦で、戦略構築でもいいのかなというふうに思っております。はい。で、まあ、これね、上げるのかどうかっていう話になってくると、もうこれ CPI の発表も 含めて考えないとですね、まあ、これ完全にファンダでね落ちてきておりますので、まあ、これね、心理としてはね、なかなか買いが集まりにくいと思います。はい。で、逆張り勢っていうのもね、ある一定数いると思いますので、反発のね余波がまあまあ来たなというふうな形になってくるとですね、もう一回ちょっとね上を試すような展開というのは あると思うんですが、先ほども言った通りね、悲観で売られて事実で買い戻されるっていうのが、まあ、なかなかねちょっとね判断としてはねないのかなと。うん。まあ、今回のファンダメンタル自体が、まあ、そのステーキングを米国で禁止するという噂ですからね、噂が立ったと。じゃ、この噂が、なくなったよって明確 になることってなかなかないんですね。うん。まあ、その SEC がね、私たちはそういったことをステーキングにすることはありません、二度とありませんみたいなね、そういう発言をすることってまずないと思うし、そもそもそういったことを実際にね、会ってたかもわからないんだから、噂ですのでね、うん、だからそこが事実になることってないので、もうこれをね判断するのって時間しかないんですね。うん。で、ちょっとね、まあ投資家心理としてはちょっと忘れられるぐらいちょっと時間が経って、少しずつ買い戻されていって、で、CPI とかの結果もまあまあそこそこいい結果だったと。で、まあそこでちょいちょいじわじわね、下げながらも じわ上げみたいなね、感じで、まあ、ここぐらいかなっていうぐらいじわ上げてからのストンと上げる、もしくはストンと落ちるみたいなね。そういった結果の方がね、まあ、今までの流れとしてはね、そういった形になりやすいのかなと思いますので、うん。まあ、そこはしっかりとね、見といた方がいいと思います。はい。続きまして、リップルですね。はい。リップルはですね、まあまあまあ、落ちては来てるんですけども、まあ、このダブルトップですね。ダブルトップからの下落ですので、もうちょっと落ちてくる可能性も、あると。49.4 円ぐらいですね。まあ、それぐらいをもう今サポートしておりますので、次のね、44.6 円、ここをね、守ってほしいですよね。なぜかというと、やはりこのダブルトップですね、この大きな。このダブルトップを形成してからのこの下落が、まあ一応今、リップルの警戒するとこかなというふうに思います。はい。一旦ですね、47.4 円。これぐらいまではね、また許容してもいいのかなと思いますので、ただ、ね、まあ、値動きの幅としてはね、そんなに大きくないというふうに思います。
ですので、まあ、これはもう、リップルのこのチャートで判断するというよりは、今はね、ビットコインとか、その、情勢ですね。まあ、いろんなファンダメンタル出てきておりますので、そういったところで、まあ、考えていった方がいいのかなと思います。はい。まあ、買うか買わないかは、まあ、今のところは僕はやめといていいと思いますし、まあ、こういうふうにね、なだらかに続くこの下降ラインがありますので、次の上昇波が来た時に、ここの頭打ちでどうなるのかっていうところもね、見つつ判断していくということですね。まあ、ここまでもう一回挑戦してきたら、まあ、ここの頭打ちで少し抜けるのか、それとも落ちてくるのか。まあ、落ちてくるのであれば、まあ、やはりここをね、意識されているという線になってきますので、ここにまた挑戦しようとしているときに、もう一回ね、少しだけ買っていくというふうな展開が、まあ、戦略としてはね、やっていけるようになると思いますので、まあ、この辺は見といた方がいいと思います。はい。はい。で、イーサリアムですね。はい。イーサリアム結構ね、落ちてきましたね。はい。イーサリアムもこういう風なね、下降ライン、短期的な下降ラインになっております。で、まあ、一旦はね、抜けてサポートされるようなここね、展開があったんですけども、まあ、今回のそのクラーケン問題ですね、ステーキング問題が発覚し、一旦ね、ストンと落ちてきたという形です。まあ、一時期はですね、196,000円ぐらいまで落ちたんですが、ただ動きとしてはどっちかというとこっちですね、198,000円、まあ、ちょっとしか変わらないですけども、幅としては、はい。まあ、この二枚舌がね、近くにあるよというふうに思っとってください。はい。で、一応この下降ラインを一旦下抜けたので、またね、上に戻るのにはちょっとね、壁が厚くなってしまったよねという感じですね。で、上値もやはりここですね、22万2000円ぐらいが、まあ、結構頭打ちしているという点を考えると、まあ、次のこの上昇波っていうのが、まず1個目がこの下降ライン、そして2個目が、まあ、この辺でね、一旦燃やつく可能性は全然あるんですが、まあ、大きく見たらここの22万2000円、ここがまあ短期性からするとですね、一時利確のタイミングかなというふうに思います。ただしですね、先ほども言ったみたいに CPI の発表を控えておりますし、もう一段階ね、下げてくるとなると、19万3000円台とかですね、まあ、この辺ぐらいになってきますので、まあ、もうちょっと様子見して、ここのね、下降ラインに一旦ね、挑戦するのか、まずね、ちゃんとしてくれるのか、するのであれば、ここにね、頭打ちした時にどういう動きをするのか、まあ、ここまで判断した方がいいのかなと思います。はい。まあ、ファンダメンタル、悪いファンダメンタルが出た後、その後の反発のね、動き、強さ、買い戻され方、そして、底固めの仕方によってはですね、また買っていけるという判断にも なると思いますので、まあ、その辺はですね、動き見た方がいいと思います。まあ、CPI の発表まではね、見とっていいのかなと、様子見ていいのかなと思っております。はい、はい。じゃあ続きまして、バットコインですね。はい。バットコインが、はい、はい、バットコインです。バットコインはですね、まあ、この一本線でもうね、ストーリーが出来上がってるんですけど、まあ、5月の下落ですね、下落のとこから続くここのね、ここのでの横ターン、そして、一旦ね、11月の FTX 問題からのこの下落ですね、でのここのターンですね、ここでのターンで、12月30日からの今年入ってからのこのね、上げ方ですね。はい。まあ、これがね、1、2、3段階のね、動きでね、今成り立っております。で、まあ、その、ここですね、35.6 円のね、この黄色の線があるんですけども、まあ、ここでね、結構一旦上がって頭打ちして大きくね、売り叩かれてっていう風な、まあ、結構ね、効いてるラインだったんですけども、そこをですね、割ってきたっていうのがちょっと悲観なんですね。うん。
まあ、ここをね、早い段階で一旦戻してから陽線、青陽線で、戻せるのであればまだね、いいんですが、まあ、ちょっとダラダラとね、この頭を打ってるような形でちょっと続いちゃうと、まあ、ちょっと一旦ね、もう一段階ストーンとね、一回下げる場面が来る可能性も全然あるのかなというふうに思います。はい、その時はちょっと不格好でありますけども、こういうね、三尊天井ですね、まあ、こういった形をね、形成後の下落っていうのを見ていくという形になります。はい、まあそうですね、バットコインに関しても、まあ、こういったコインもやはりビットコインとかね、そういうのに多分今は釣られてね、動くっていう、まあ、単体で動くような今ね、形にはなっていないと思いますので、まあ、31.7円、そして、30.9円、そして、27.9円というふうに、まあ、横軸でね、今度どこでサポートされるかというのを見ていくという形でいいと思います。はい、じゃあ続きまして、リンクですね。はい、リンクです。まあ、リンクもね、なんやかんや上げてきてたんですね。で、底打ちが、まあ、714円ですね。まあ、ここは絶対に割ったらあかんよーみたいなラインなんですね。で、はい。昨日、おととい、3日前ですね。3日前に一旦ストンと上がって、1030円をね、ここね、つけてるんですね。まあ、ここはですね、まあ、一気に売り叩かれる展開になったということで、やはりですね、上値の重さをね、強調しているということですね。まずは、ここのダブルボトムの、このネックラインの元になる、この辺っていうのは売り圧が高い。で、もう一個は、この直近の最高値の977円。ここも売り圧が高いので、まあ、結構ですね、差し値が入ったんちゃうかなと、僕はね、思っております。で、まあ、ここからの展開なんですけども、まあ、一旦ね、落ちてきたと。落ちてきて、今、横しているんですが、まあ、その他のビットコインとかね、そういった通貨に比べるとですね、あんまり落ちてきてないんですね。うん。っていうことは、まあ、人気がないというね、見方にもなるのかもしれないんですけども、やはりちょっとね、まあ、大手仮想通貨ですね。要はイーサリアムだったりビットコインだったりリップル、こういったところの動きをですね、やはり様子見しているのかなという感じです。はい。で、まあ、どちらかというとちょっと下げ基調になるのであれば、まあ、全然全戻しするのかなと思っております。はい、全然全戻しすると思います。はい、リンクはね、めちゃめちゃね、動きが強いんですね。上げるときも強いし、下げるときもね、ボーンと下げますので、まあ、昔のね、ちょっとリップルを見てるようなね、そういった動きをしますので、まあ、今のところはちょっと様子見でいいのかなと思います。短期も中期もね、ちょっと手をつけづらいかなというところですね。はい。で、まあ、長期に関しては、まあ、もちろんね、買っていけるんですけども、まあ、その、何ですかね、別に今買わなくてもいいかなっていうところですね。はい。リンクを今長期で買うぐらいなら、他に買っといた方がいいよね。他に買っといた方がいいコインがあるよねっていう感じです。はい、正直。はい、じゃあ続きまして、アスターですね。まあ、最近ねすごく調子のいいアスターなんですけども、はい、ドン、はい、すごいね。はい、他のね仮想通貨が、まあ、クラーケン問題で落ちてる中、アスターだけドガーンのフルボッキーみたいな感じになっております。はい。で、まあ、これね、時間をね、細かく見ると、しっかりとね、調整もするんですね。はい。しっかりとね、ちゃんとこういうね、調整を踏んでからのまたね、上げなんですね。で、まあ、もうここはね、どこを見るかはもう簡単で、まあ、12.2 円、ここを上抜けるかっていうところですね。もう一回調整するんだけども、なかなか上げきれず下げてくる。そういった時にネックラインになるのが 9.2 円ですので、 9.2 円で守るか落ちるかっていうね、まあ、もうこれだけだと思います。はい。で、今からね、あーすげー上げてきてるんだなって言って慌てて買った人はね、ダメですよ。今買うのは飽きませんね。まあ、買い時っていうのはやはりここ頭打ちしてから、
上抜けるか心配もあると思うんですけど、上抜けたら上抜けたで押し目を作ると思いますので、その押し目を作った場所、もしくは頭打ちしてもう一回下がって落ちた場所、そういったところをですねしっかりね設定していった方がいいと思います。はい、なんでできるだけ早いうちに買って上がってくるのであれば、その早めに買った方がいいじゃんと思う人もいると思うんですけども、やはりですねサポートのラインとレジスタンスのラインっていうところをしっかり把握しておかないと、比率ですね、損切りのね比率っていうところを設定できないですね。損が1に対して、利益を10取りに行くよというね、その戦略の構築っていうところをするためにはしっかりしたサポートっていうところをね、重視して、取引をした方がいいと思います。中途半端なところでやるとですね、まだまだいけるとかね、まだまだ下がってもまだ止まるとかね、まだまだが続いちゃうんですね。心理としてまだまだという気持ちが続いちゃいますので、ちゃんと設定してからした方がいいと思います。ですので明日はですね、まあ今のもちろんね今に反してこう上がってはきてるんですけども、その仮想通貨のね他の通貨に反して上がってはきてるんですけども、ある程度そのビットコインがね大きく落ちたり大きく上がったりすることによって少しはですね関与すると思いますので、そこも一応ね見といた方がいいと思いますし、CPI の発表もねもちろん見といた方がいいかなというふうに思います。はい、何回も言いますけど僕は 5.2円、この辺ぐらいで買っておりますから、この辺ぐらいで買っておりますので、結構な爆益になってます。はい、もう余裕で、600万以上ぐらいにはなってるんじゃないですかね。600万以上、じゃあ600万って言わんよ、900万か、だから全部で1400万とかそれぐらいになってるはずですね。はい、ですので、ちょっと今買うのはちょっとね高値水準なんで、本当はここら辺でね買えた人は、僕の動画で、前回の動画で見た人は、ここで買ってる方はね、めちゃめちゃうわだと思うんですけども、もうこんだけまたね、反発してきておりますので、ちょっと CPR 発表とかいろんなところも含めて見て買った方がいいと思います。はい。そんな感じですね。明日は強いっすね、やっぱり。いやー、皆さんにね、紹介してよかったと思いましたよ。何人かからね、言われましたけども、私も買いましたとかね、いう話聞きましたけども、本当買っといて、大正解だ。僕もね、言った回があったなと思うような、すごい上昇をね、見せてくれたので、よかったと思っております。はい。ということでですね、今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。はい、僕が使っている取引所はビットバンクですので、同じのを使いたい方はですね、概要欄の方に載せておきます。はい、で今日もルーレットをやって終わりたいと思います。明日の値動きどうなるのか。ドーン。暴落ということで、はい。昨日、おとといに引き続きね、落ちてくるという予想が出ましたので、皆さんね、気をつけて見といてください。はい、ということでね、今日この辺で終わりたいと思います。爆上げでも利確的ず暴落しても損切らない。気づいた時にはもう乗り遅れてる。無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ。メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。おつ。